今回は長く出ていられそうだが、この機会を逃す手はない。体が自由になる間、繋がれた私自身を解放することにしよう。おとなしく眠っていてはいただけませんか。他人の都合で眠らせられたり起こされたりと、せわしないものだな。一体誰の言葉を聞けばよいのだ。そのことに関しては申し訳なく思います。ですが、狭きところに千年も封じられていては、さすがに飽きが来るだろう。ましてや微々たる量とはいえ、年ごとに力をそがれている状態を心よいと受け入れる者がいると思うか。重ねてこうして自由にとは言い難いが、動くことのできる体があり、封じを外すまであと一歩のところまで来ている。おとなしく眠れと言われて眠る者がいると思うか。それでは、神である自身を取り戻した時、あなたは何をなすつもりですか。そうだな、我ら古き神を祀ろわぬ物神としておった照日の神らに思い知らせてやるのもよいな。だがその前に、まずはあの時手に入れ損ねた贄の血を飲み、そがれた力を取り戻そう。それだけはさせません。姉ちゃんの血は一滴たりとも流させません。夢お姉ちゃん。もちろん白花ちゃんの体も返してもらいます。ほう、柱にも劣る継ぎ手風情、私をどうにかできるのか。神そのものであるあなたには私の力など灯籠の斧でしょう。しかし今のあなたにならば、結界の裂け目から抜け出した程度の分け目様には負けるわけにはいきません。お柱様のご神木があなたの力を蝶の姿に変えて大いなる流れに返しているように、白花ちゃんの体に付いた分け目様をあなたの命を空に返します。
口だけではなかったようだな。柱の継ぎ手、一つ学ばせてもらったぞ。確かにお主の申した通り、分け身玉程度ならば継ぎ手でも返せるのだな。それで己まで返してしまっては本末転倒というものではないか。私の血ならいくらでもあげるから消えないで。ごめんなさい、ケイちゃん。この先お柱様としてケイちゃんの子供の子供の代まで見守ろうと思っていたのに。そんな先まで見なくていいから、私が生きている間だけでも一緒にいてよ。そうね、そうできればよかったわね。だったらそうしてよ。今まで一緒にいられなかった分、私と一緒に。ダメだよお姉ちゃん、そんな笑い方しちゃ。ダメよ、ケイちゃん。そう、もうここまで。ケイちゃん、もう私の存在が薄くなっているのがわかるでしょう。ね、もう触れ合うことはできないの。時期に人の形も崩れてしまうわ。お姉ちゃん、やだよ。
私嫌だよ。ケイ、言うねえわ。私の姿は見えるかしら。私の声は聞こえるかしら。そう、それじゃあ私からの最後のお願い、いいかしら。二人とも逃げて。私が完全に消えてしまったら、主は封じを破ってしまうから、どこか遠くへ逃げて隠れて。どこに行くの？まだ夢お姉ちゃんここにいる。だからだよ、いる間じゃないとダメなんだ。いなくなってしまってからでは遅いんだ。逃げるの？夢お姉ちゃんを置いて逃げちゃうの？奴を倒してユネを解放しようと思っていたんだけど、考えが甘すぎた。僕は分け身玉程度にずっと引き回されていたんだからね。だから逃げて。逃げはしない。勝てないと分かっていて挑むのはバカよ。お願いだから、せっかくの命を無駄にしないで。私の代わりにケイちゃんを守ってあげて。そうだね。だけどケイを守るためにもそうするのが一番いいと思ったんだ。大丈夫、勝算はないけれど負けない自信ならあるから。奴を倒すことさえ諦めればやりようはあるんだ。ケイ君、もしかして僕がユーネの次の継ぎ手になる。お柱様に僕がなる。条件は十分に満たしているんだ。僕たちに流れているニエの血は特別に濃いみたいだし、僕は奴を倒すために修行したから力も使える。ユネがお柱様になった時よりもずっと条件はいいんだよ。そう、それじゃあそういうことだから、ケイ行ってくるから、ユネの言葉をよろしく頼むよ。さようなら、言うね。さようなら。ねえ、ケイちゃん。何？今日は満月なのね。今更だよ、ずっと出てたよ。知っていたわ。でも本当に吸い込まれそうなほど。さあ、私もそろそろかしら。ケイちゃん、あなたと過ごせた数日間、私は幸せだったわ。お姉ちゃん、本当に幸せだった。
元気でいてね。私や白花ちゃんの分まで生きてなんて傲慢なことは言えないけれど、せめてあなたの分だけは精一杯にちゃんと生きてね。お姉ちゃんの髪飾り。